昨日県内の新規感染者数が597人と過去最多、本日も556人と高い水準となっており、県内において感染が急拡大しています。全国においても多くの地域で過去最多の新規感染者数が確認されており、県内および全国の感染状況からさらなる感染拡大が懸念されます。県ではこうした状況を踏まえ、医療機関との連携によるコロナ病床の増床など医療提供体制を強化し、また保健所支援本部や保健所への応援職員を増員するなど公衆衛生体制を強化しています。県民の皆様には急激な感染者数の増加に不安を抱く方もいらっしゃると思いますが、県では医療提供体制、検査体制をしっかりと整えていますので、症状のある方は医療機関の早期受診を、感染に不安のある方は無料検査を受けていただきますようお願いします。また手指衛生や換気、場面に応じたマスクの着用など基本的な感染対策の一層の徹底をお願いします。ワクチン接種希望の方は早めの接種をお願いします。特に若い世代の皆様には自分自身と大切な人の健康を守るためにワクチン接種をお願いします。事業所の皆様には学校・教育・保育施設の休業などにより保護者の方が希望に応じて休暇を取得しやすい環境を整えていただきますようお願いします。県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は業務継続計画 BCP の点検を行い、事業を継続できる体制を整えていただきますようお願いします。県民の皆様には基本的な感染対策を徹底するとともに、帰省や旅行、イベント参加の際には事前のワクチン接種や検査を活用いただき、社会活動、経済活動を行っていきましょう。